さんんこににちは銀幕ポップコーン今週はですねブラックミラーバンダースナッチを取り上げたいと思います。私、土方です。ダニエルです。千葉です。千葉さん、久しぶり。うん、久しぶりに来ました。ブラックミラーになると、必ず千葉さんがやってくるということで、謎のブラックミラーおじさんが。ブラックミラーの話したいと思います。なんですが、今回ちょっとお知らせがあります。お知らせ 来週の月曜日1月14日にロボコップの 4K 上映を行うロボコップコンベンション東京2019っていうのが東京のお台場で開催されるんですが、はい、そのトークイベントに我々銀幕にポップコーンが出演しますそうですこれは二人が出るんですかそうです,そうですね私と土方がねはい。出ますのでぜひあと当日券あるのでね ご興味ある方、見に来てください。配信があるわけではない。配信はしないんですが、生配信はしないんですが、後々、我々のトークした部分の録画が YouTube に投稿される予定ですので、ちょっとまだわかんないです。完全に失敗したら出さないかもしれない。とはいえ、生肘方、生ゆり子を見たかったらね、生ゆり子チャンスだよ、こ生ダニエルもね、チャンスですよ。 そうですね。また 4K 上映ですから、すごいことですよ。いやー、そうですよ。だって、ロボコップ、私も昔から大大大大好きなんで。あ、そうなんですね。最近は見てなくて、たまに見直すよ。ロボコップって何個かいっぱい出てるんですかゲームじゃないや。映画ゲームも出てるんすか ?4 本出てますね。4本。そう。あるんですけど、あとアニメシリーズとかも。アニメもあるんですかはい。え知らなかった。アメリカンメイドだと思うんですけど。 まあワンツーがベストだなロボコップの初代と初代のポール・ァーホーバーの映画なんでもう最高です2は、ね、も,もうすごく面白い、うん、4K 上映されるのは1作目の1987年の、うん、それを見て見終わったらトークがあるっていう、うん、そうです、ね、そうです,うですじゃあ見たことない僕みたいな人でも別に行っていいってことなんですね、はい、あもちろんもちろんなるほどぜひ。 映画館にまた見れますので、はいはい、詳細はあの動画の概要とかに入れておきますのでご、はい、確認ください,おい。ではですね「ブラックミラー」の話に移りたいと思います。はいはい、こちらの「バンダースナッチ」なんですがテクノロジーがもたらす闇を描いた SF シリーズ「ブラックミラー」の最新作で、うん、視聴者が物語の展開を選べるインタラクティブコンテンツとなっています。 え物語のあらすじとしては、まあ、1984年のイギリスを舞台にしてまして、えー、物語の展開を選べるゲームノベル「バンダースナッチ」を原作にしたゲームを開発する若いプログラマーを主人公にしています、はいうん、まずはあのネタバレなしで感想を一人一人短く言っていきたいと思うんですが、はい、千葉さんどうでした僕から。はい、えーとその まあ、ゲームっぽいってことですよねねまずは、ね、ゲームっぽいっていうので特に興味を持って今回その僕の知り合いのとかでも特に「ブラックミラー、ね」でシーンに見てる人じゃなくてもやっぱ見てる人結構いたのでそのゲーマーですよね今、うん、それでまあちょっと今までとリーチが違ってんのかなっていうのは一つ思ったけど個人的には見てそんな面白くなかったです正直<ー> <laughs> なんか面倒、はい、くせっていうええー、し別にインタラクションそんな面白いと思わなかったですね、はい うん、なんかそんなエンドがなんかドラスティックに変わるわけでもないしなそこは期待が外れたっていう印象です僕ははい体験としては操作は、えー、と何で見ましたパソコンですかあ僕は PC ではい見ました PC で見て問題なく。問題なくはい見えることは見え見直そうと思ってなんか古いモバイルでも見てみようと思ったら 対応していませんみたいな動画になっちゃって <laughs>、はい、それは諦めましたね。そうなんですよね。対応してるコンテンツいくつかあってできないやつもあって、私も最初は Apple TV で見ようとしたんですけど、いはい。はい、ダメなんですね。Apple TV 見れないんですよ。す意外でしたね。れで,でもでも Apple TV ダメって言うんですか？たたいあの足りないところっていうのはストーリーなのかそのインタラクションの部分なのか。まあ、両<も>両方ですね。どっちか満たされてれば多分僕は満足したんじゃないかなって思うんですけど。 なんか不思議なな終わり方なんかエンディングいっぱいあるのかなってやっぱ期待しちゃう、はい、けどエンディング自体はそんな何個か見ましたけど僕が見たやつはあんま変わらなかったのでっていう感じですね基本的にその例えば、まあ、仮に複数エンディングがあるとしても一番いいやつ見せてくれよって気持ちが強いですまず映像作品に対しては。 はい、デトロイト・ビカム・ヒューマンっていうゲームがあってそれに対する個人的な思いもそうですけど、はい、なんでベストのやつ見せてくれないのって気持ちが基本的にあります、まあえー、とゲームだったら必ずベストエンディングそ<う>ワーストエンディングとかトゥーエンドみたいなのあるじゃないですか。 そそそうううまあブラックミラーなんですけどね。あんまりブラックミラーってハピーエンドってそもそもそんなにないいやだからベストっていうのは物語のしのベストじゃなくて、提供したいものとしてのベストっていうんですか。そういうのがやっぱ欲しいなって個人的には思いました。最適化されたそそうう一番これをお前には見てして。私の中でベストエンディングがありました。ありました。ネタバレなので後で。詳しく。はいはい。 テニエさんの感想は？そうですね、もう大好きだった、大好き。本当に大好きだった。これまでのブラックミラーと比較してどうです？あのまず普通にテレビ番組として見るのはまずまあちょっと違うかなと思いますね。だからこうやってやられないですもんね。勝そうそうそうずっとあの私ももう Apple TV がだめダメだったんであの普通にノートパソコンでね見てたんですけど、もうずっと離れないんじゃないですか。こう選択肢。いつけるかねわからない。しかもあの時間制限があるからね選べなきゃいけないから。10秒ぐらいの間で選択肢を選ぶ。 だからずっとノートパソコンがあの近くにあってさもうずっとね目の前にこう画面が画面となんか近くなってテレビだったらさ遠く,遠くから見るじゃんだけどこれインタラクションするからあのパソコンだりスマホでありこう近い画面が目に近い位置で見るんですねうん、うん、そしていつでも何ていう まあ次何が出るのかなんか選べなきゃいけないからちゃんと見なきゃいけないっていうのもあってそのなんていうイマーシブあーなんていう立体感没入感ですかああそうですね没入感すごくありますねうん私にはまずひとまずだから普通のブラックミラーであり他の番組でありそれよりも没入感はまず強いうん、うん、と感じました、はい、そし実際のストーリーはんていうんですかねゲームゲームっぽい いわゆるゲームですよこれは。まあそう、ね、<laughs> 番組だけじゃなくてゲームなんで。<laughs> はい、なのでそのたまに、えー、例えばなんていうその演技だったりセルフだったり、うん、まあ本当のばあのドラマとかだったらこういう風に絶対にならないよねと思う時いっぱいあるけど、うんうん、まあゲームだったら許しちゃうところあるんでなるほど。まあそれはだから別にいいと感じまして、っうん、どっちかというとその。 なんてんていうですかねその舞台が80年代のイギリスであり、はい、まあ私もねおなじみの世界ですねそう,そ,うそういう意味では79年生まれ生まれなので、うん、あの生で体験したもの懐かしさがある、うん、そしてその当時のなんていうゲームあのイギリスのゲームの開発シーンは多分日本とかアメリカとか全然違くてすごい独特な味があってそれすごくうまく再現されてると本当にそうです、うん、まあそれも ネタバレありのと,ころでちょっと詳しく詳しく,詳しく伝えたいと思ってるんですけどうん、うん、なんかうんまるまるその時代に入り込んでるような入り込んでそうなるほどそれでさらに没入感、うん、そしてそれだけじゃなくてそれなんていうんですかね「ブラックミラー」というシリーズはそ人間とテクノロジーの,あのなんていう、えーまあ、生活その日々 うっていうかいそういう話なので、うん、まさにテクノロジー付き合いながら見る番組ですししかもその番組の中でストーリー上でキャラクターたちもそういうふうにこう感じちゃうとこもあるし私が何かやられてんじゃないかと思ったりするじゃんキャラクターあのちょっとなんかメタ構造みたいになってて。な、うん、なのでいろんな えー、ところからいろんな場面から見れば、あのー、深い体験になりました私の中では何時間ぐらいやってました結構っえっと1回見るのに1時間半ぐらいだったと思うんですけどそこ、ね、から複数のエンディング全てじゃないけどほぼほぼ全てのエンディングを一気に見ましたおすごいですね、はい、そうそう繰り返して繰り返してはいはいはいまだ見てないのはまだ一個、あのー、知ってるものの中ではね1個ぐらいあるけど、はいうん 私は多分間ぐらいだったと思うんですよね。<laughs> はい、あの関心はすごいしましまたよくできてるなっていう思いはありましたしさっき言ってたあの「メタコなんかブラックミラー」という番組との相性はとてもいい、うん、フォーマットになってて、ね、実際そのフォーマット に対してててさっっっき言ってたたななんかメ,メタ構造みたいになってて自分たちでも我々が選んでることに対してちょっとコメント返してきたりするところとかはとても、はい、まあブラックミラーらしいあの反応の仕方ただし、まあ、とてもうまくできてるなと思ったんですけど私もあの本当にインタラクティブコンテンツに対するまずまずの。 あの見方としては私も本当最適なものを見せてほしいっていう気持ちがあるんですよあんまり選びたくないっていうのがあってまあ選ぶんだったらゲームやるよって思っちゃう,う <laughs> 一応選ばずに見ることはできますよできますけどとて <laughs> でもそれは最適のものではないじゃないですか一、ね、個のものとして出してくれるものとは違うじゃないですか、うん、そういうそれ推奨されてないそ,それはそうだけど今回ねなんていうんですかねそのテーマの一つとしては あのもうそのどのぐらいこう自分の人生にどのぐらいコントロールあるのかっていうのあると思うんで、うんはい、別に操作のできるものを操作せずに見るのは何ていうさら <laughs> にそのテーマにバッチリじゃないですかだから実際あの現れるこう選択とかその勝手に流れちゃう、うん、あのストーリーを見,ーち,ゃ見ちゃえば何て言うんですかね すごいメタの話になると思うんですけど、その,そのチャーリー・ブルッカーのプロデューサー、またはそのネットフリックスの,その,あの制作者たちがこう見せたい見せ、見せたい順番じゃないかもしれないですけどなんていう、見せたい順番ないぞっていうのもあるだからこそ、あのなんていう人生というものはコントロールできないものじゃんって。でだからそれでもメッセージある気が。 そういう自分は何も選ばないですけど。もでもなんか選択肢があっちゃうあるからある状態エンディングが他にもあるよって分かってる状態で選ばないで見るっていうのはなんかまたその一個のドラマとして出すものとはまた別だと。そうなんだでも人生ってさ自分で自分のコースを選ばずにただ生きていく人いるじゃん。<laughs> いますよもちろん。あえばあ,ありますよ。 あのその投票しないあ,あ<の>選挙に行かないそうそう行かない人とか、うん、でその実際どういうアウトカムになるかもう自分何も貢献してないからどうどういいことになっても悪いことになっても文句言う権利なくなる、うん、じゃんだからこの番組もどういうエンディングが出てきても、うん、自分が選,選んでなければどうにも言えないじゃんっていうのもあるし、うん、まあまあまあ、うん、そうですねなんかそれも結構う,うまい 感じはうん、まあ、上手いのは本当に納得すするんですよ、はいはい、よく考えられてるし、うん、よくできてる、うん、でもまあ多分私がこういうの選ぶの下手だっていうのもあるんですけどこういう <laughs> こういうのうちゲームとかでもこういうなんか選択系だといつもつまんないエンディングに行っちゃうんですけど選ぶの下手で多分制作者の多分思うツボとかにはまっちゃう <laughs> あ<ー>の一番ありきたりなやつを選んでしまうんだと思うんですけど結局なんか自分で一人でやってた時に。うん そんなにに面白いエンンディングに当たらなかったんんですよな,なんか最初に多分、まあ、何種類かクレジットまでちゃんといくやつをやってプラスあと何個かやったんですけどその私がたどり着いたエンディングはそんなに面白いと思えなくて、うん、なので何回かやってるう,うちに飽きちゃった、ね、なるほど。なるほどでその終わった後にいろいろんか記事とか読んでてすっごい変なエンディングとかもある。 ことを知ったのちにああそうだったのかって思ってぐらい <laughs> 自然にはたどり着かなくんですよ。<laughs> でもねいつでもあのなんていうまあ私パソコンで見てたんですけどスマートフォンとかで見るとどうなるかわからないですけど、はい、あの今まで自分が選んだものが残るんですよいわゆるあのあこれは選びましたみたいなそうそうそう出るんですよ。すよそうなんだ。な,なのでいつでもそれに戻ることが戻れ気がする。<laughs> 戻ら戻られそうなんだ。はい。 なんか俺のパソコンと違う。え、あやつられてんじゃん。クロムあの私普通にクロムクロームで見たらそうかもしれない。いや僕僕ロームで見ましたけど。私もあの子供の頃ってあのこれもまたイギリスの文化かもしれないですけど、あの同じくそういったあの Choose Your Own Adventure というシリーズと Fighting Fantasy というシリーズ二つあったんですけど、あのえっと本ですね小説で複数の 選択,肢が選択肢がある小説そういうシリーズがあったんですね、はい、イギリスでどこどこのページに行けみたいなやつそうそう日本にもあります、ね、ありますね<の><の>翻訳なのかもしれないわかんない、まあ、あるのは間違いないですなるほど子ど供向けのやつとかあやってました、ね、そうそうそうある程度通じると思いますよ <laughs>、まあ、特に「ファイティングファンタシー」すごくいいシリーズであの、まあ、一応なんていう、まあ、ファンタシー系のあーアドベンチャーストーリーなんですけど、うん まあ何かしらの後ろに入っていろんなモンスター戦ったりするんですけどねでそれで自分の選択肢によっていいエンディング悪いエンディングたまにこう死んだりしてまた最初からリスタートするのか、はい、あのよくやってたのはその親指でこれを押さえて次行ってちょっとだけ読んで読んで読んでああいやちょっと戻るというでそれもネットフリックス上でできるのはあのそれもそクイックロードそうそうそうクイックロードだからその まあ、昔のそういったあの選択肢系の小説とそしてそういったゲームもそして今回そういう番組も、はい、そしてその出来もその内容もすべて相性の良いパッケージになってる気がかなりしました、うんうん、そうですねよくできてはいるなんか旧映画必要な <laughs> テレビ番組って珍しいですね いわゆるゲームだったらプレイテストするんですね。発売する前にプレイテストして、普通のプレイはこうするかもしれないですけど、こうやっちゃったらどうなるのかってぐらい。みんなあんま変なとこ行ったら困りますからね。っていうところは気になるんですよ、僕らは。そうだから、今回結構苦労したんじゃないか。してるんでしょうね、おそらくね。だってやってないはずないですもんね、さすがにで、壊せないですよね、このゲーム番組、そのブラックミラーのバンダースナッチ。何を選んでも、 あのちゃんとループになってるとこまたちゃんとエンディングにいくいわゆる壊せない、うん、ゲームの場合はあのバグらないっていうそうそうそうこ壊せないように作らなきゃいけないですよねうんそうですね、まあ、あとなんか2種類の選択肢を同時にロードしてあのラグが出ないようにしてたり <laughs> そうですねテクノロジーの面では本当にまあとてもよくできているそうですね、はい、普通にスーッといきますからね、まあ、ただあとはは個人的にはなんか 何パーセントいってるのかとか、そういうの分かると、<laughs> よりゲーム的だといい。ね、見れたらいいなとは思いました。自分がどこにいるのかとか、なんか一個戻るとか。うん、はい、今ちょうどネタバレなしなんで、そのおすすめ派のダニエルさんは。どういう方におすすめって思います。うん、まあ、まず。そういうドラマ、そして、と、特に、まあ、ブラックミラーみたく、筋肉系のドラマの好きな人、アンドゲーム好きな人だったら。 バッ,チリバッチリでしょうだけどどうだろうねあのなんかいろんなこうレビューとか見たりしたんですけど、はい、やっぱりこう何て言うゲーム専門メディアじゃなくて普通にこうテレビとか映画専門メディアだったら訳、はい、が分かんないとかいろんな意見が出ました。 けどその多分そのゲームの部分慣れてないっていうのはあって、うん、しかもその、まあ、さっき言ってたけど本当のドラマだったらこういうふうに言わないよねとかそういう<ー><の>気になっちゃうってことですね。なんですけどゲーマーだったら全然例えばさっきディトロイトの話表れたんですけど「はい、ディトロイトビ Become h っていうゲームなんですけど、まあ、まさにあの自分の選択肢によってエンディングが変わるキャラクターがこう死んだり生き残ったりする。うんうん あのそういうをそういう系のものいわゆるゲームだったり小説だったり、はい、そういうものに慣れてるのであれば最高だと思います。なるほど。でも千葉さんそうじゃない。<laughs> そうです、ね。<laughs> <laughs> あのそのおススメ属性には僕なってたと思うんですけど <laughs> ああゲームも好きだしブラックヤンも好きなんでなのに残念ながらっていう不思議が一回やっちゃった。わかりましたじゃあそろそろネタバレありの方に。 いいいきたいと思います、うんうん、はい、ここからはもう注意を出しますよここ皆さん何でも触れますいはい、はい、いきましょう、えっと、千葉さんは物語的にもう満足できながっうーんあの一つにはこれエンディングっぽいとこ行くじゃないですか、はい、エンディングっぽいとこ行くとなんかその映像の中にクレジットが入り込む感じになる うん、でもうエンディングですよ感を出してくるじゃないですかでもその最後まで言ったらなんかまだできますよみたいな雰囲気になってるな戻るの選択肢ありますからねでけいやおなんだまだあるんじゃんみたいなっていうかだからどこが終わりなのかが正確によく分からなくてそこの気持ち悪さがまず大きいでも例えば繰り返しとかなっても あのフルクル返しじゃないですねいわゆるスキップされてダイジェストになってるんですよね。それは逆にゲームではあんまないので素晴らしいなと思いますそ、ね、そう,そう,そうでまさにディトロイトとかそうやってくれたらいいんですよ。<laughs> ブラックミラーだったら逆に飛ばしてる間になんか嫌がらせとか押し込んでくるのかなって僕は思ったところはありますねだからそのダイジェストで飛ばしてるふうに見せてるけど実は全く違うことがスキップされた空間にあるとか。 なんかそういういやらしいことがあるのかなと思ったら、まあ、そこは素直で、うん、でエンディングがなんか僕はあんまエンディングのバリエーション少なかったんですね多分実際お二人がどういうエンディング見てるかは知らないですけどどのエンディングいきました、あのー、未来のバンダースナッチ復活プロジェクトに行ってっていうエンディングしかむしろ見てないとコリンの娘がネットフリックスに作ってるってやつですか あれコリンの娘なの？コレの娘じゃあ、そうだね。いや違いますよね。ああ違う、コレの娘じゃない。そうう。でもお父さんがそうそうお父さんがバーグナッチのゲームを持ってて、それをたまたま倉庫から見つけ出して開発しますって話だったと思うんですけど。あ、私見たのコリンの娘。コリンの娘バージョンもあるんだ。けど、でも同じ人かな。結局ネットフリックスのためにバンダースナッチ作ってますっていうエンディングじゃないですか。まあ提供先がネットフリックスですっていうまあそこはだから僕らを皮肉っていうのは感じですよね。 うん、お前らが操られてるじゃんですよ。で <laughs> も最初さ一発目でそこ行ったんですか他いやそ,、うん、そこでエンディングっぽいなって思ったの初め思ったのはそこですね。うん、クレジットが入ってくるちゃんとクレジット出るところ、うん、なるほどはいまあ<で>それはそれはえっ、ー、とゲームかえっ、ー、とレビューされてスコアは満点スコアは満点のやつも <laughs> どっちが先なのかな満点のやつとなんか逆になんか下がるやつもありますよね。 満点になってから流れてで勝手にその現代になってその彼女が私のパパの走行で見,、ま、見つけましたとさん満点にならないと復活できないのか多<分>ちょそこら辺なんかごちゃなっちゃに<分> <laughs> なっちゃった何,、はい、何回か見たのでそう多分満点エンディングだと思う。はい、で例えば、えーとまあまあ、レビューされるんですねそのとあの当時その80年代のテレビ番組でレビューされて、はい、でそれでまず複数のスコアありますよ。 そうですね。零点。僕も。零点もある。ある。二点五点しか見てない気がする。零点は、えっと。自分が、えっと、なんていう、自分でその。あの、主人公がね。はい。あの。ゲーム開発会社タカソフトに。はい。あの、入りませんかというオファー来るんじゃないですか。はい。入りますって言ったら、完全スタッフとして入りますって言ったら。ゲームがつまんなくなって。 あの、かん、指示をやりながら、ゲーム作っちゃったっていうことになって、零点のレビュー。で、それ選ばなかったですか。いや僕入ったことないんですよね。えー、あの、世界。あ、一番みんなそこで、私もそうした。自分、自分に。そうだな。そう、へ<ー>な、まあ、現場の悪い性格ですよね。なんか、その、え、こっちだったら、どう、どうするのかなっていう、だから。どうやって、多分、その、見るときに、これがメインとして想定されてるだろうと、まず考えるんですよ。はい。うん,うん、うん。 だからきっとこれは会社にに入るようにできてるんだろうと、うん、であれば「はい、は入いたくないです」って言った時どういうふうになってうそうも戻ってくるのかなっていうのを期待して選んじゃうんですよ。そっちの方が多分面白いエンディングいっぱい見れると思うんですよね私多分なんか大,大,大多数の方が選ぶだろうっていう <laughs> 本当にもう王道な方ばっかり選んでたら、まあ、そんなに面白くなかったんですよあ一発 <laughs> まあそうですね現場か,からするとその変なルートを通りつつも戻ってきたっていうのがちょっとなんか変な面白さってないですかなんか無理やり帰ってきちゃったみたいなところが見たい気持ちが結構あるわざと「家」って答えたいみたいな、うん、あの最初に選択肢こういうふうに選びますよとかもあるじゃないですかあそこも何回も家選んでどうなるのか試したりなんかそういうことですそういう気持ちがあってそこはそういう選択をしちゃいましただから入,ら入らなかったっすね 会社に0点にななるんだ、うんだそうなんですうなんでムかってなって <laughs> それでなんかこの,あのレビューは男の子な,なんとなくムカつくじゃないですかそうだからあいつに絶対満点って言わせてやるっていうつもりでは私はずっとやってました<ー>多分それが間違ってたと思うそうそうそうであの選択肢をその選ばないで受け身で見てもいいっていう話なんですけど 僕はそれに対しては基本的に否定的で、うん、このコンテンツって僕らが彼に支持をしてるっていうのが一つのポイントなわけじゃないですか、はい、で彼は誰かに支持されてると思,って思うと、うん、でもそれって選ばなかったらそうならないじゃないですか感覚的に感覚的にはそうかもしれないですけどあの実際その視聴者にやられてなくても、うん、だって今の 現代だったらね、アルゴリズムにやられちゃうとかいっぱいあるじゃん。勝手に。例えば、<laughs> うう YouTube, YouTube, YouTube であの、YouTube で自分の見たいあの、えー、と動画本、一本プレイしたら、勝手に次行くわけですね,ね。もう、オートプレイがオンオフの選択肢があるんだけど、オンだったね。オフや勝手に次に行くよ。で、その次に行くのはどうやって選ばれるいうのか、その、まあ、いろんなデータ、 がそのお前はこれだよって君はこれが向いてますよってグーグルがはいはいはいでそれはログインしてるのかログインしてないのか、はい、ログインしてるのであれば今までその歴史とか今まで選んだものとか好きそうだなっていう,、ね、そう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 ,そうなのであのそれも一つのこのなんていう現代的な問題かなとラクミラーっぽいテーマだとーまあ確かにそういうふうに受け取るとそうかもしれないですね っってていいうのののやっぱり僕は、うん、気にになりまししたねその選択肢扱関福山さんも似たようなことを言ってて陰<ー>幕にも出たことありますーの福山さんも言っててその能動的に選ばずに自動的にコンテンツを見てもいいっていう作りになってるっていうのが彼の指摘の一つなんですよね、うん、多分ちょっと詳しく今見てないからね間違ってたらごめん <laughs> そ,うそういうのを言っててえそうなのかなって僕はだから思ったその話を見た時に、うん、でもなんか自動的に見てる人、うん 面白みがむしろ減っちゃわないってことますし,でし <laughs> 求めてるものとは違うんですよねあの選択肢がある状態でその自動的に見るっていうのはなんか他の可能性があるって知った状態で見るのはちょっと違うっていうが <laughs> その、うん、本物の真のエンディングではないっていうことにはなんか結局変わらないっていう。ななんかないですかうん まあ真のエンディングがなないいんじゃっていうかだから結局な、まあ、何を見せたいのっていったら全体を見せたいってことなんですよね多分誰ん立場に立つならば、ね、これを見ろとかじゃなくてこの全体こういうえ選択のいろいろあるのも含めて見てください,いはいなぜかというとなぜかというとですねえっ、ー、と今回ですね本当に複数のエンディングがある中であのかなり かなりのいわゆる一つは一つのエンディングはですねこれは全てただの Netflix 番組でしたっていうことですでセットも見せてくれてあ全体がはい番組でしたよみたいなそう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 いろそう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 ンうそ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 ううそうそうそうううう さっきデトロイトをずっと例にしているのは悪いかもしれないですけど、デトロイトは私がプレイして、私のエンディングが出てきて、なんとなくこの本、このように選んだらこうなのかなと想像してたんですけど、他の知り合いのエンディングを聞いたら、へえ、そこまでいくのと思うこといありました。本当にいっぱいありまして、アンィル・ドーンだったり、昔のテクストアドベンチャーゲームもそうでしたね、ホビットとか。だから そういう作品として見るのが必要だと思いますいわゆるあの今回の「バンダースなチの中でその開発者の作ってるゲームがそういうゲームそして実際この番組このゲームプレイできる番組がそういうゲームですというのはメタの情報の一つだと思うので複数のエンディングを見るべきで他の人とかと話すべきってことなんですね人で見てて、はいはい、なんだこれとかって言う 言ってる俺みたいなのあんまりよくなくて <laughs> ダニエルさんみたいな人とかに聞いてそういう話もあるのかとその楽しみの一つなるほどねまあそれはある意味現代っぽいだ、はい、ってデートロイトってさ自分がこうワンシーンあのワンチャプター終わった時に、はい、あのフローチャート出てくるのもそうなんですか自分でこういうパスを選ぶとこうなりますみたいなそうですよねそれみたい それねあったらいいのにそうそれがあったら楽しいです最終的にはそれは勝手にね完全にゲームにしちゃってってもう出てくるら出てくるよデトロイトはフローチャートある上にパーセンテージも出るんですよねだいたいこの何パーセントはこっちを選んでますみたいなそうそうそうそれあったらちょっと楽しいかもしれないなそしたら完全にゲームそうこのエンディングにたどり着いた人は全体の何パーセントですみたいなはいちょっとやっぱゲームっぽく捉えちゃう気持ちはありますね僕は ゲームとして見ると、不満足なとところかかあるんですか、うん、それでいうと、私はそうでもないけど、短い体験ですね。うん、あの、うん、普段そういうアドベンチャーゲームは、まあ、短くても5、6時間あったりして、定番まあ10時間があったりするんですよ、まあ、とにかくこうボリュームがある、だってゲームじゃん。 で今回その彼が作ってるバ、ね「てるバンダスナッチ」もそうですね主人公の作ってる「バンダスナッチ」むしろあのこんだけ分厚いあの小説をゲームにしようとしてルートがいっぱいありすぎて混乱しちゃっていろいろ問題が起きちゃうんですよねだからそういう実際「バンダスナッチ」という「ブラックミラー」の番組はそ,そこまでのボリュームあるゲームじゃないです。うん、テイスターです、ね、そうですすねねそう あの多,分多分全て見ようとしても、まあ、3時間とか4時間で全て見えるんでしょう、うん、繰り返しも含めて、うん、そう全部映像撮った映像は全部で5時間分とか言われてますねあそうなのでまあもちろん不満足は言わないよそのただしボリュームボリュームもっとあれば元ゲームらしいだけかもしれないですけど、うん、十分満足しますね、うん、その実際あるボリュームあの素材は 相当面白いと感じたので。うん、なるほど。わかりました。そう。クオリティノートコンティティというかですね。質量より質。そう。そうそうっていうことですね。はい、じゃあ、具体的なエンディングについて話していきたいんですけど。はいはい、ダニエルさんは、ちなみに、どのエンディングに最初行ったんですか?。 あの、はいはい以外あのゲーム会社に入ります以外とか、そうそうそう最初最初のたたん、入ると割とすぐ遠道に行っちゃう入るとあの何もこう映像もないですよね。あのゲームゲームの開発してるところとか、いきなりもうレビューの方に飛んじゃって、まあ彼が作りたいゲーム作ってないんだからこれはつまんないよねとか、あのその小説と全然違うものになっちゃったっていう大量生産されちゃっ タカソフトの社長に言われるじゃん。まあ僕らと一緒に作っちゃえなとかまあでもボリューム多すぎてまあちょっとささっと作りましょうとか言われるじゃん。誘惑だ誘惑い。会社に入って流れちゃってダメなもの作っちゃった。私は最初に出たのはそれ。そのの後はどういきましたそのあと順番覚えてない。あじゃあ印象に残ったんでいいや印象に一番私の中で一番好きだったのは。 これもすごくなんかいいなと思ったところは、エンディングだね。死んじゃうエンディング。自分が、えー、お母さんの自分、ね、ゲームだったら自分だよね。<ー>でも自分じゃないですね。自分の過去になんか戻って、うん、で彼が、彼がですね、そのな名前忘れしてた主人公の。なんだっけフィオン・ワイト・ヘッドが演じてるけど名前が。<う> <laughs> 彼がですねあの <laughs> とにかく自分の過去にどうしてもどうしても乗り越えない問題がある自分のママが死んじゃったってことですねで自分のせいだと思ってるはいちっちゃい子だったんですね実際彼のせいでもなかったんですけどそういうふうに感じちゃうママがその私のせいで電車を乗り遅れちゃってで実際乗っちゃった電車があの事故になってそれで死んじゃったっていうどうしてもどうしても 戻ってそれを変更したい、うん、違うパースを選びたい、はい、でああいうゲームだったら選べる、うん、選べるじゃん、うん、だけど人生だったら選べない実際そのシーンがあるあの最初に会わ,われると選択肢が出るんですけど<え>選択肢一つしかない,かい一緒にお母さんと乗りますかあの最初出てくるねその過去の思い出シーンに戻ってフラッシュバックに入ってあのママが「 一緒に来ませんか?」って言って「ノーと言っちゃったんだから「ノーしか出ないです、うん、あそうなのそ,そこ行かなかったですね私自分の過去はどうしてもどうしても変えないぞっていう、うん、だからそのなんていうゲーマーってさなんでゲームやるのか、うん、いろんな理由はあるんですけど一つは自分のパースを選べる人生だったら選べない時もあるから <laughs> それ非常に一つ大きな大きいな魅力だと思う、はい、だけどそれすごくうまく描かれた気がしましてうん、うん、それを見て 本当に自,自分の人生の中の過去だったら選べないぞっていうのは大きいそしてあとで彼がいろいろ頭がなんて飛んじゃってるところまで行って <laughs> またその、えー、セラピストのヘインズ先生と話しながらなんかこういろいろ多分薬を飲んだ後のとこだと思うんですけど、あのー、自分の過去に戻って自分のフラッシュバックに戻って急に。 イエス<ー>ママと一緒に行く <laughs> ママと一緒に行く自分のなんていうあのその子のその彼が自分のおものちゃどうでもいいお母さん選べますということそれはもう間違いなく括弧でそういう選び再選びできないじゃんともう既に見せてくれてるんだからどっちかっていうとうん、うん、今の大人の彼がそういうコースを選んでる、うん、で死んでもいいから 私のお母さんを選びたいお母さんと一緒に行けたらあのまあ一緒に死んだかもしれないですけどまあ後悔は少なくともまた違う形になるかもしれないけどなくなるそう,そう、うん、で実際それを選んで死んじゃう彼が実際死んじゃうんですねその演あの急にセラピストのオフィスの中でそういう形で死ぬんですか過去のフラッシュバックも ありつつ自分もし現代で死んじゃうとああそういう形だとそれ見たかったそれは私の中で非常に印象的なものでしたお母さんとまともに楽しんでる感じです私当初からその選択肢あったんですよそのお母さんと行くか行かないかっていう行かなかった行かなかった怖いから行かなかったなるほど全部じゃその脳が脳しか出ないのは多分場合によって出ないですよね。 あのあの時に出てきたんですよね一度なんかあのベ,スベストじゃないかあのエンドクレジットまでいくと何回か戻れるじゃないですか、はいはい、でそうするとなんか今まで見てないエンディングをなんか割と簡単に見せてくれるようになってそうすると全部選択肢あるんですよてはないですなので本当にゼロからやり直さないといけないもの,もか,もしのかもしんない。うん そして繰り返して、あのこれもあの私もこれを見つけまだ見つけてなくて、あのネットフリックスがこの間、えー、と投稿して、あなたたち全ての演にまだ見つけてないぞ、うん、という方法を出したんですよ、うん、公式で。ファミリーフォート、写真を、えー、と選ぶのか、本を選ぶのかという選択肢があるところで、はい、ファミリーフォートを2回選ぶ、いわゆる1回選んで、 流れて流れて繰り返しになるところでもう一回選んじゃえばまたまだあるよっていうのが出てきてそれは私もちょっとやさっきやってみたんですけどなかなかアロックできなくてまだ見れてないんですけどそれを入るとまたあのなんていうイースターエッグがありますそれはちょっとイースターエッグについて後でちょっといろいろいろたくさんあると思うんでちょっと後で語りたいと思うんだけどまあだからそのなんていう 結構簡単に簡単に全て見える方法ないんじゃないですかまあそうですね,、うん、ですね流れに身を任せるしかないところは<笑><笑>でも自然にそのお母さんエンディングに自然にたどり着いたら多分感動するっていうのは分かりますね私そうですね行かなかったんで <laughs> 最後の方に無理やり行ったところで見れたのでなるほど私ほ本当に自然に行ったのはその飛び降りるエンディング ドラッグやってコリンと一緒にドラッグをやって。飛び降りるエンディングあるんです。かあるあるある。え、そのあのコリンの家で。はい。あそこってそもそも最初にその。俺が飛び降りるかお前飛び降りるか決めようぜみたいなそうそう。そこ行きましたよね。そこ行きました。あそこで自分が降りた場合はそ、それで死んじゃう。死んじゃうよ。はい。こわ。立って死んじゃう。タワーマンション。からそこはね、どうなるか聞いたけど、俺は知りたくないから選ばなかったんですよね。お前行けよと思って。 両方やりましたけど最初自分で飛び降りたらあっさり死んじゃって。おしまいで、コリン行ってもまあゲームがあんまり評価されないで終わるんじゃなかったでした。っけ、うん、なので、違うなんかたどり着いた、自然にたどり着いたエンディングはそんなに感動的じゃなかったんです <laughs> 短。短くすぐエンドに行っちゃうエン <laughs> 悪いりえンンでそのうのに、その父親を殺すか殺さない。そうだからたぶん自分。 コリンパパ三人とも生き残るエンディングは多分ないかな。パパいっぱいまあパパね散々な目にあいますねこの作品では。コリン生き残ることもあるんですか。俺コリン毎回死んで<ら>毎回死んでるんで<ら>出なくなって終わっちゃったもん。そ,そもそもコリンのいい一面なくてもできる。いいんだ。確かにあ,いいですあそこに選択肢あります、ね。そうそうそう。または自分が自殺するのは彼はもちろん生き残る。<laughs> はい。そうそうそう。うんそうなんですよ。なんか結構。 あれですね、僕は後半の方の怖いところもあれしかやってない感じが強いですね。うんまあ、だからその主人公もなんていう自分が操作されてるんだという気持ちだんだん強くなるんじゃ実際、はい、そうなんですけどそれもパパ,にパ,パ,パパを殺す時も言うんですけど「I'm not in control」です私はそうなんていう私が自分の意思で意思、うん、言うわけではない。というんですけどそれもなんて言うんですかね。 そういうい、まあ、実際、その殺人とか言い,言いそうな表現じゃないですかいそういう人いますよねだからこう冷静にあのなんていう普通に見ちゃってこののなんていうそメタのメタの,メタのナレティブを無視して、うん、ただの番組として見ちゃえばそういう意味でも取れると思うあ普通のサイコスリラーとして彼はそういう妄想に取り憑かれているみたいな。だって誰だってあるじゃんこう 自分が何でそれを選んだんだと思う時もあるし私じゃなかったよねと思う時あるしあとデジャブとかねこれやったことある気がするとかこの人会ったことある気がするとかあとうまいなと思ったのは一度パソコンにコーヒーをかけるかかけないかっていうのをかけるを選ぶと抵抗しようとするじゃないですか。抵抗すするのちょっと面白いでよ そうそう俺じゃない沈まれみたいなそうなんか明日かみたいになっちゃう <laughs> <laughs> 僕はあのね<う>選択肢の中一番好きだったのはネットフリックスって選べるシーンが一番好きでしたね俺ネットフリックスだったんだみたいな変な気持ちになるかけてものエンディングですよねあれ面白いですね私、はい お前は誰なんだネットフリックスですもうそれでさらに没入感がいいですよね <laughs> 本当に自分が番組に入ってしまうまあそうへ変な気持ちになりますよね <laughs> ゴ,ッドゴッドゲーム俺でもなかったなそれってあの <laughs> テイラーウェイとか自分の顔が出てくると自分が神様っていうのネタがあるからねあのゲームああそうなんだ <laughs> そう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 。うん、そ,うそこら辺。しかもネットフリックスって何なんだって聞かれて説明をするじゃないですか <laughs> そうそうそう,そ,うそこら辺がなんか変な、はい、変な気持ちになってあそこは好きでしたね それも自然にたどり着いたんですかそこはなんか多分最初にそこのなんか「お前は誰なんだ」みたいに聞かれたシーンでネットフリックスと何ですか「悪魔のサイン」みたいな「PAC」か「悪魔のサイン」の方かああ、はい、そうその選択肢でまあとりあえずはネットフリックスでありますよねネットフリックスであって本物っぽくない, <laughs> 面白いですからね変なことになりそうだから <laughs> そ,うそこは好きでしたね アクションシーンが繰り広げられるアクションシーンはねびっくりしましたね本当にいきなり「いきなり一つ」みた <laughs> いになっちゃった「いきなりチュンリー」みたいになっちゃった先生がっていう変な気持ち、はい、であの、うん、窓から飛び降りるとかやりましたあ窓から飛び降りるらしいな僕聞きましたけど飛び降りた見ん,でんですか あ,のあ、それでテレビテレビ番組のセット、でセットから飛び出して、そう <laughs> もっともっとひねってるのがその俳優自体もな分からなくなってきちゃってるっていう設定なんですよあの窓から飛び降りようとするとあのセットの人が出てきてちょっと台本にないわよそれって言われるんですよ。ええー、そうなんだ。台本にないわよって言われてで自分が誰だか分かってないあの俳優なんだけど。 自分はキャラクターだと思い込んでるっていう、そうそう,そう<ー>っていうまたさらにま見たかったら、はい、そっちものクリエイティブのものを作るとあの例えばまあ今回はさらにね多分あの制作者たちがもう苦労して制作したと思うんですけど、はい、普通の番組にしてもそうですし、とにかく作品を作るとき、ね、にまあ我々もそうなんですけど、はい、苦労する時あるじゃん。うん、で。 なんていう自分の,その体が疲れててもあの頭あの心が疲れててもでもちゃんと完璧に作りたいとか、はい、完,璧主完璧主義になる人もいるしでその中で自分が誰とか本当にこうまさになりきっちゃうとか入り込んじゃうとか場合はあるからで今回ストーリーの中でその小説の書いたおじさん実際存在しない人なんですけど。 えっと、なんと言うんです。ジェローム、ジェロームなんとかですよねジフ。ジェー、ジェー、エフ、エフデイビス。ジェロームエデイビス。で、彼が、あの、そのストーリー上ではね、こう。小説ちゃんと書いて届けたんですけど、うん、その後に、クレイジーになって自分の奥さんを殺したっていう話なんですけど。で,ね、で、実際、番組の中でも、彼もそうじゃん。自分の、お父さんを殺すのか、友達を、その、メンターの人を殺すのか。で、うん、もあるし。 まあ私でも誰か殺したことはないんですけど番組で告白 <laughs>、まあ、まあそうでしょうそ <laughs> うやってほしいとにかくこう仕事に入りすぎて自分のなんていうあの健康不健康なことしちゃうとかあるじゃん心身のバランスがおかしくなっちゃってだから多分今回そのチャーリー・ブルッカーさん、うん、あのブラックミラーの生まれ出した人、ね、ですねはいプロデューサーの人の 気持ちはこれだっていうところも少しあるかなとえ現実と分かんなかなった私距離を置いてると思いますよブルックなそういう人かなと思ってたどうだうなんか冷徹な視線でなんか常にいろいろ見てるイメージ私の中うんでもだいぶ苦労しちゃってるだろう <laughs> これ大変だったでしょうね,ょうね作るのはとても、うん、なんか最初は断ったらしいですよネットフリックス側からあの「インタラクティブコンテンツ今度作りませんか?」って最初に言われた時は「なんかなんいやい,やい,い <laughs> って笑ってなんか「<laughs> さよなら」みたいな感じだったらしいんですけど <laughs>、うん、だん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 ,なんか説得されて作ることにして最初はなんか絶対うまくいかないだろうって思ったって言ってた <laughs> ちょっとね、あのー、その80年代が舞台になってることそれについてちょっとだっけ触れてみはい、はいはい、どうぞ。あのー 今回、まあ、ゲ,ームゲーム開発シーンの話は出てきますね。もうメインストーリーまではないかもしれないですけど、はい、あの強いあの色,色味である。重要な設定ですね。はいうん、そうで実際、すごいいろんなあの実話のつながりがあると感じます。うん、まず彼はですね、まあ、その当時のイギリスのゲーム開発シーンというのは ZX スペクトラムは今回スペクトラムのゲームを作っているんですね。ゲーム機です。ゲーム機はファミコンより前のゲーム機です。私も初めて持ったゲーム機はそうです。初めて遊んだゲーム。イギリスだとそうなんですかイギリスのブランドです。シンクロの子供たちはそう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 そそうそ なんていうその時代は今だったらさゲーム1本作るために、まあ、基本的には何十名とか何百名とか、まあ、いっぱいに人に関わるとそうまたはインディーゲームのシーンは今あるんですけど、はい、昔もあったイギリスの方では、うん、あの本当にこう勝手に1人ベッドルームの中でゲームを開発したゲームってすごいたくさんありますしまさにね今回の主人公と同じく会社入れずに家に帰って ゲームの,あの制作に入り込んで作っちゃうっていうぱいもありましたし、はい、タカソフトっていう今回のゲーム,ゲーム会社実際なかったんですけど似てるような会社すごいいっぱいありましたその社長が今回我々こうモータウン見たくヒットファクトリーになりますという、うん、あの表現があるんですけど、はい、もう実際似てるような会社 複数ありまして。しかしあの CEO 適当ですよね。何が適当？いやあの CEO すっごい適当ですよ。だっていきなりだってこれをクリスマスの注で。もでも本当本当のことだって。あの時代ならまあこういう感じ。例えば初めてのプログラマーを連れてきてクリスマスのメダ商品。本当にそうになったんですよ。マジ。例えばあのそうですね有名な有名なれ一つピックアップすると ET ですね。ET は。 あの<た>クソゲーとしてすごい有名なものなんですけどそ,す、ね、それはアメリカのアタリカのあたりが作ったんですけど、はい、それも映画の半、ね、旗ものとして作ったんですけど、はい、本当に何週間とか何ヶ月で作ろうっていうことで,とそうですごいひどいゲームになっちゃって <laughs> あのかなりバッシングされてアタリが大変なことになりましたんですけど。よく言われますね まあそのタカソフトに似てるとこで例えば、あのアルティメイトという、アルティメイトはスペクトラムの開発者の中で結構大きい存在だったんですけど、スペクトラムファンの中では有名なんですね。そうですね。あのセイバーウルフだったり、セイバーウルフジェットパックだったり、ジェットパック。両方初めて聞くよね。全く知らない。 アルティメイト知らないかもしれないですけど、アルティメイトが滑れて、その次、シグノーシスという会社になったんです。シ i g n o s シスは昔の、ああ、事例出てこないんですけど、メガドライブ時代とか、プレイステーション初代までかな、色々作ってて、そこからシグノーシスはまた、滑れて、その同じ人たちが次、レアあ分かる会社が出てきましたね、レアはあの a はゴールデンアイで有名なんですけど、 ドン・キーコングとかねそうそうそうそこからそうニンテンドーの中でいろんなドン・キーコングとか作ったりして今マイクロソフトの持ってる開発者じゃんこの間 CO シーズンを出したんじゃないですかその彼らの始まりがあるそういうところにあるのね80年代そんな長いんですねもうで今回ですねその番組の中で主人公いつも音楽聴いてるじゃんああ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 あ それも実はその昔のゲーム開発者が聞いてたんですよ。ゲーム開発者といえばプログラム。ですよね、まあ、それだけじゃないかもしれないですけど、特にですね、シグノーシス、アルティメイトから次現れたシグノーシスのい,いろんなゲームのロゴの書いた人、うんうん、ロジャー・ディーンという人がいるんですけど、はい、もうすごい有名なアーティあのゲーム。 カバーのゲームパッケージのアーティストですね。昔彼が作ったのは、えっ、ー、と、シャドウオザビーストとか、多分一番知ら,知られてるのか分かんないけど、<laughs> あの、日本のながらちょっと僕はあと、<laughs> ブラタカスっていうゲーム。ブラタカス。ブラタカスのちほど。で、彼がそういったロゴを作ったりして、カバーを作ったりして、はい、そして、プログレのバンド、YES you、はい、ユラエヒープ。そういうバンドの。 ジャケットも彼は書いてたのは<ー>そういう直のつながりもあったうんすごい近いんですね、はい、そういう意味で距離がそ,そして「バンダースナッチ」っていうゲーム今回ね彼が開発してるんですけど、はい、もう今回、はい、あの番組の中では小説があの元ソースなんですけど実際そうではなくゲームなんですよ実際「バンダースナッチ」っていうゲームが途中まで開発されて大変なことになっちゃってその会社えっ、ー、とあれどこでしたっけ イマ,イマジンがが本当にこう1年2年ぐらいしか存在しなかった会社なんですけど <laughs> 彼らはすっごいたくさんのお金を集まっちゃってこれから誰にも見た,見たことないようなでか素晴らしいゲームバンダースナッチを届けますって言って、うん、広告もいろいろちゃんと出したりしてうん、うん、なゲーム雑誌とかね。 ししかなその広告とか出したりして、うん、普通の ZX スペクトラムでこれはちゃんとあの起動しないんで追加の,あのアクセサリーとかいろいろ必要になるとかすごいっすすごいいろいろ言い張って、うん、最終的最,最後までには作れなかった結構ギリギリまで言いっちゃったらしいんですけどお金がなくなって諦めて極端怖いですよ、ね えとブラタカスっていう、あ、その中の一人は多分、イマジンの一人は多分、アルティメット入ってるかな。まあ、アルティメットは実際、ブラタカスというゲーム出した。で、はい、ブラタカスは、バンダ・スナッチの、なんていう、スピリチュアル・サクセスっていうか、その、ああ<ー>、いろつい,いてる部分がある。そう、引き継いでる部分がある。という噂強く強くありまして、これは本当に、本当のバンダ・スナッチは、ブラタカスじゃんっていうのがある。うん うん、遅れてきてき完成したわけです、ね、そうそうそうなのでそのブラターカースのロゴの作体等がもういろんなプログレーのアルバムを作っているから今回番組の中でそういうプロ,プログレーがたくさん出てくるとかそういうとこすごくなんかこうものすごくコアなゲーマーじゃなければしかも、まあ、チャーリー・ブルカイイギリスまでですし彼も実は昔ゲームライターだ,、うんね、だったんですよです、ね、だからすごい詳しくなければそのつながりはできないかな当時のものもを再現しようと。はい はい、試みたってことですね、うん、そうです、うん、なるほどなのでそういう意味ではかなり私満足しちゃっうあ,あとですねあのゲームのレビューしてる場面あるんじゃないですかあ,あの番組あのテレビ番組で、はい、あのあれは、まあ、イギリスでそういう番組たくさんありまして、はい、一つはトモローズワールドという番組だったんですが、はい、明日の世界、はい、明日のまあ未来という 番組だったんですけどなんていう一番こう最新テクノロジーを紹介する番組だったんですね80年代ではい<の>プレゼンターああいう感じなんですかプレゼンターはまあ人今日大人たちだったんですけど、うん、あのまずああいう古い番組今振り返ってみればもう YouTube とかいろいろ載ってると思うんですけど、はい、なんていう当たり外れがあるんですけどあ当たってるとこすごいんですよねだから実際こうなりましたっていうのは その番組の中でこうなるだろうっていう予測が当たってたり当たってなかったりなので今回いわゆるジョークとして入ってると思うんですけどすごいジーでなんかわざとらしい感じでそうそういろいろあるんですよねいつか私たちがねゲームをやる時一人じゃなくて友達と一緒にしかも電話を通じてやりますとかいるんですけどあれ笑っちゃいますね そういうちょこちょこあったりするんですけどそれは一つの小ネタとして嬉しいとこなんですけど実際そのゲームのレビューしてる若い男の子子供が、あがゲームレビューしてるのはそれもイギリスのテレビ番組「ビッグブレックファストにやりましたベンザー・ボフィンという人がいてその子は当時何歳かなこれ80年代じゃなくて90年代なんですけど10歳ぐらい年ですかじゃ そうですね、まあまあ、私より若干下なんですけど、テレビ、あの普通のこうワイドショーですね、朝,、はい、朝ごはん、仕事の準備しながら見るテレビ番組だったんですけど、ね、彼がその当時のゲームをレビューする。うん、だから、本当に似てるなと思ったんですね。子供を思わず思い出しちゃう。チャーリー・リブルカーさんも 似ててるよような番組彼も出たんです昔当時ですか当時それも90年代かな番組のタイトル忘れたけどシリーズですね彼の初テレビ仕事はそれです子供じゃなかったけど大人でしたけどそういう番組でゲームのレビューしてすごいチャラいコメントまあチャリらしいチャラいコメントをまあその時若い時ですよね20代ぐらいかなはい面白そうそれも少しだけネあクレしね YouTube とか載ってるんで、うん、面白いですよ参考。として、はい、タイトル忘れちゃったけど。検索すれば出るかもしれないですね、はい。すいません、ちょっと長かったんですけど、なそういったその現,現代じゃない、あの当,当時の,あの実話につながるところ、たぶん普通の、あまあ、日本に,に育った人はたぶん気づかないかもしれないですけど、全然気づけ、ねうん、ない、ね。私だったらすごくなんか。 見たたことあるみいな彼がねアルバムを買いに行く時さ WH スミスという雑誌屋さんいわゆるコンビニみたいな店で買ってるんですけど当時あった店今でもあるんですけど当時のロゴのままで今回出てるのでああそうなんだ懐かいやさすがに分かんないなそれも懐かしいってがあるんですね それは多分、うん、UK の視聴者以外だるんで <laughs> 気づかないんだね <laughs> まあそうですね,ですね難しいと思う、はい、まあこっちはなんかまあ違うものとして見る分、はい、うんで面白いっちゃ面白いですけどうん他のイースターエッある、まあ、ブラックミラーとのイースターエッグもありましたね、はい、ちょこちょこジェフミンタさっき言ってたジェフミンタ、はい、ジェフミンタって さっき言ってた、ゲームクリエイターの主人公がジェフ・ミンターを持ってる。あ、あ主人公じゃないさっき私、ジェフ・ミンターまで言わなかった。あの、さっき私言ってたのは、えっ、ー、と、ファミリーフォート。2回見ちゃえば、はい。また追加のがあるあ<ー>エンドに行って、そこにはジェフ・ミンター。ジェ,ジェフ・ミンターという現実世界でもいるクリエイターがカメを出演してる。そうです。そうです。彼はあの昔、えー、テンペストで一番有名かな。 うんかなテンペストかなリねリ,マリメイクとかされてますいやテンペストで通ってると思いますよあの昔かなりなんていうそのままこう LSD とかドラッグの影響そのままゲームの映像で見えるようなゲーム作っちゃってそう <laughs> こう色もピカピカでかなり彼のゲームすごくいいんだけど激しいですよ見た目が、うん、なんですけど、はい、彼もしかも髪の毛も長くて本当にこう,うん、うん なんてうやばいおっさんに <laughs> 見えるんですけど、うん、彼は、えー、今回そのバンダースナッチの小説のを書いた人,えといた人の、えー、とデイビーズさんとして演技してるんですよカメオってそれはまだまだ見てないんですけどそういうのもあるらしいです。はい、あとブラ,ックミブラックミラーの中のイースターエッグでいうと何でしたっけゴキブリみたいな。 過去エピソードからメタルヘッドのポスターとかあと新聞の中に何か過去のエピソードへの何か研究があったりするらしいそうですね過去回にもバンダースナッチの研究したものがあったりするみたいですねさらにあるよ例えばそのタカソフトがそのタカソフトの過去ゲームソフトメタルヘッドは一つそのメタルヘッドそのままポスターが見えてそれはそのままそしてノーズダイブ うん、ノーイ、ね、コリンのプラスダラスハワードが出てたやつですよの SNS で評価され,るああれそう今日自分がねスコア上げてほしいスコア上げてでそれはねさらにあのタカソフトの実際あるウェブサイトこの番組とともにあの掲載してるウェブサイトあるんですけどすその中にいろいろ彼らのまあ小さい存在しないんですけどその彼らのゲームの、うん 説明文書とかあったりするんですけどあとスコグラフィーとして出してるわけそうそうそう,そうで一番下のところにバナー、うん、バナーがあるんですよバナーアドバナー広告、うん、はいこうめちゃこう,うピカピカしてるんですかそう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 昔のようなバナーアドみたいなのに <laughs> それをクリックしちゃうとどうなっちゃう自分の自分の知り合いをレーティングできます <laughs> <laughs> ノーズダイブと同じように <laughs> そうなんだはいちょっとあの録画の問題があったようなので、まあ、途中からちょっと話が カットが変わりますし、続け怖い。怖い <laughs> はい、誰の誰のやつなんですかこれ誰かが操ってんでしょ。<laughs> <う>バンダースナッチな事けに我々もコントロールされていた。いはい、<laughs> 普通に怖い。<laughs> はい、ままあ。ちょっと違う話になるんですが、はい、まああのブラックミラーという作品として見ると、あの最近あのシーズン4、3ぐらいでは結構マンネリ化してたと思うんですよ。 だんだん,なんかネタが尽きてきた感があったのでなんとなく、ね<回>ね、分かるひねりが見えてるそうですねだったので今回全く違うインタラクティブコンテンツというのを今シーズン4と5の間に出したのは、まあ、作品の方向性としては結構正解だなとは思いますね、うん、あのピタシその「ブラックミラー」という番組のコンセプトにピタシに当てるような気がしますそうですねでまた視聴者を飽きさせないという点でも。 よかったのかもしれないですね、うんまあ、ただあのシーズン5今後もインタラクティブで見たいかって言ったら見たくないですよね。<laughs> うんまあ、っていうかその <laughs> まずブラックミラーがこ,これから全てはこういう形だったらちょっとうれしくないかもしれないですけどまた,またやら <laughs> ないと思います、ねねた。たまにやってもらったらすごく嬉しいかもしれないですけどもっとバージョンアップしたバージョンそうそうそう。うん、<ー>なんですけどあの、うんまあ、どっちかどっちかというとエクスペリメントとして調査として。 すごいいいよなと思うんですけど、うんうん、まあでも、うん、シーズン5も楽しみです。欲しい。<laughs> そうですね。今回あの普通の <laughs> 普通のシーズン5も楽しみですね。はい、次のシーズンね。2019年に出るっていう発表されていますよね。うん、そうですね。もう確定。そのはずです。はい、まあブラックミラー以外でインタラクティブコンテンツみたいとかはありますか？<laughs> どうさん僕はね正直あんま <laughs> なくて、うん、実は昔日本のドラマであの選択肢が提示されて両方のストーリーを描くっていうドラマはあったんですよドラマテレビで「世にも奇妙な物語」って番組知ってますあ、はい、それの、まあ、まず「世にも奇妙な物語」がそもそも「ブラックミラー」みたいな内容なんですけど、まあ、そ,でそれのそのドラマっていうのは1時間まあ枠があるんですけど、まあ、開始20分ぐらいですかねで選択肢が提示されるんですよ。例えば、うん 覚えてないけど結婚式でなんかお金持ちを選ぶか、うん、なんかその自分が本当に好きな子を選ぶかみたいなで片方のエンドまでいくとお金持ちを選んだ場合ストーリーでここでこんなエンドになりましたでもう一人の人を選んだらどうなるのっていう二つのストーリーを描くっていう構成になってて、うん、そういうのなら見たいそれはだからもう完全にさ見せたいものが出てくるわけじゃないですかだからインタラクティブっていうよりかはそういう方向の方が僕は好きですね、うん、こっちのパターンこっちのパターンそうそう こっちのパターンあるいはどっちを選んでも結局変わんなかったとかあるわけじゃないですかそういうのが僕は好きかななんか全く違う方向に行ってくれるんだったら私も見たいですね今回はそこまで違う方向にいってるとは思えない、ねうん、僕も感じなかったのでそそうブラックミラーの中の世界観でありがちな展開何個かっていう感じだったので、まあのね、全然違うハッピーとかなかったら。<laughs> まあ、完全ハッピーエンディングを求めるのは多分ブラックミラーじゃないです。<laughs> <laughs> そもそも。ホワイトミラーになっちゃう。でもそうすると意外性があっていいじゃないですか。ブラ, <laughs> ブラックミラーなのにハッピーになれちゃう選択肢があるみたいな。のなので、ロマンチックコメディ的なあの昔の「スライディングドア」という映画があるんじゃないですか。グリーンパルトロが。スライディングドア サイディングはまさにそういう話ですね、まあ。インタラクティブ映画ではなく普通に映画なんですけど、うん、彼女は地下鉄に間に合って乗った、乗らなかったっていう2つの、えー、選択肢というかその2つのシナリオうん、うん、両方描かれるっていう映画ですけど、そのような。何回もって合ってると思うんですよね。そういう選択肢に。そそ、うんはいはい、そうそうたそまうにあよよ変わる。It's a, <と> It a wonderful life. 人,人生素晴らしいでしたっけ、に。クリスマス映画の。 あれもそうです。あみみ彼は、うんあのえー、自殺したら自殺しなかったら自殺しなかったら分かるけど自殺したらもあるうですね。最初は自殺するけどっていう<ー>それを救いに行くっていう話ですね。そう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 ,そう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 なんだ。はい。うん、<laughs> まあそういう映画もあるけどね。まあ普通のブラックミラーも見たいですっていうのはう個人的な感想ですね。なるほど。 まあでも、ネットフリックス上で他にそういったインタラクティブコンテンツもすでにありましてあります、ね、マインクラフトストーリーモードだったり、子供向けのものあると思うんですけど、特に今までああ見たいなと、特にあの別に見,見たくないなと思わないけど、見たいなと思ったこともないから、インタラクティブだから見たいっていう選ぶものってなかなかないかもしれない,ないけど、脳、ね、になっちゃう。 逆に言うと、多分今回、ブラックミラーじゃなかったら見なかったかもしれないので、<laughs> 確かにそれは、これを今回それを見て、<laughs> まあしかもそのコンセプトにやってるのが一つなんですけど、小さ、はい目って楽しかったので、面白かったので、うん、まあ今後似てるようなもの、他の作品でも出てきたら、うん、まあ、検討するかもしれないっていう、うん、前は検討しなかったかもしれないですけど、検討する。そうですね。あそのインタラク,クティブコンテンツに対する印象がちょっと、そう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 う。なのでこう、内容が良ければ、 面白そうなればネットフリックスとしてはもっとやりたいでしょうねだってインタラクティブコンテンツだとエンゲージメントが増えますからねはいはいはい <laughs> ですよねだってエンゲージしながら見なきゃいけないものですし、ね、そうそうそう、はい、エンゲージしただけで満足してるわけじゃないんじゃデータとかでなんか視聴者数とかで見せてないから、うん、エンゲージメントで全部測ってるじゃないですかストリームサービスでなので、まあ、今後もっと増えそうですねっていうそれもブラックミラーの一つのまた 相性の良いところですね自分がなんエンターテインメントを見るだけじゃなくて、インゲージしながら見ると、えー、進化される。実はあの破壊されてるし、うん。破壊じゃない。えっ、ー、と、えーあ。監視されてるってことそうそうカウントされてるんですよ。あなたが選んだこと誰かしてるっていうのはまた怖い現代の問題。Facebook 世界とか。うん 問題じゃん。まあネッットフリクスデータそう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 だから例えばフェイスブックでみんなさんのなんていう,や,ていうやりがちのことをもう分かってるだからこそ、うん、トランプ大統領が入れたブレキシとかあの実現できたと思うっ、ま、じ終わってないけどあの <laughs> そういうデータを使ってみ、うんなさんのなんていうみんなさのインフルエンスを出したりして。 あのそのか我々のなんていう行動をコントロールできる怖い話ですよ、うん、はい怖いは本当にそれもブラックミラーの世界じゃないそうですね <laughs> ネットフリックスうとなんかそういうなんかインタラクティブコンテンツのど,どっちを選択しているかとかいうのデータを集めて、うん、今度はそれを生かして最適なドラマを作りましたとか言って出してくれたらちょっと興味ありますだってネットフリックスすごい強いですよあの他のサービスとかに比べると 実際出てくる、こう、レコメンド、あの、これをお勧めしますっていうのが出てくるんじゃないですか。はい。本当に興味を持つものばっかり出てくるでか、そうなの俺なな、他のサービスに比べると。ああ、他のサービスがあんまよくないのかもしれない。確かに。それは。相対的にはね。いいような気がします。そして、その、例えば、ジャンル分けで出てくるんじゃないですか。そのジャンルもすっごい何百個もあるんですよ、実は。 例えばロマンチックコメディだけじゃなくてアメリカ系のなんとなく何々しのイケメンたくさん出てくるロマンチックコメディとかロマンチックコメディといってもいろいろあそう確かにそんな俺出てないなそう自分の見てる過去によって出てくるものも全く違うそれもすごいデータは彼らのそうですね じっくり見てるとまちお箱ですよね。一方でそのクリエイティブがどうなるみたいな怖さもあるわけじゃないですか。はい、それも,もうそれはそれで怖いですよね。だからデータで最適化したものっていうのと。 うん、そうじゃなくてそのクリエイターが作りたいもの見せたいものっていうのがね、うん、どういうバランスになるのっていう怖さもあるから、うん、そうですねみんながなかなか、ね、喜ぶものを作って喜ぶからってって話ですよ、まあ、その辺はうまいことやってくれっていう気持ち<笑><笑>そうですね、まあ、両方作ってくださいって感じですかねはい、はいはい、そんなところですかね、まあ、皆さんもぜひあのバンダースナッチ見た方 コメントでぜひ感想を教えてください。知ってほしいです、ね。確かにあと今後もインタラクティブコンテンツ見たいかどうかな、うん、ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、皆さんね、最初の流れでどのエンディングになったのかも教えてください。という気になりますね,ね。気になる。ネタバレをくやつきましょうよ。あの、スー <laughs> バレと <laughs> コメントでネタバレして、スーダ段楽入れて、ネタバレ<ー>。 その内容ぜひお願いします最後にはなりますがあの冒頭で言いましたロボコップの保険上映会来週の一月十四日なのでな何ですか今のロボコップセリフですかなのに二十秒以内に行くかいかないか決めましょうという早いそのすぐ言ない概要にイベントの詳細出てきますのでぜひぜひ遊びにおいでお願いいたしますはい 生ダニエルゆりこを見たい方はぜひおください。あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。チャンネル登録の選択肢で出てきたらノーじゃなくてエス s で。イエスそして高評価低高評価だったら高評価 YES で。それでは今週の銀幕にポップコーンはここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。